ブースト、寺坂です。今日はてっぺんジムのムーとおめんこと、おめん選手にご来店いただきました。おはようございます。おめんです。どうも。いや、この間試合に参加しました。いや、ありがとうございます。マジでめちゃめちゃかっこいいハイテックで。まあ、たまたまです。いやいや、でもあれはすごくいいですね。華麗な経験でした。しかも1ラウンドを決めてくれた。いや、嬉しかったです。ありがとうございます。めちゃめちゃかっこいいです。素敵。もう多分4年負けようないです。こんなの何やってるんですか。今日はちょっとカットカラーでご来店いただきまして、皆さん今日スタイルはどんな感じですか。スタイルはやっぱ僕はセットが下手くそなんで、やっぱあの単発で行きたいなと。はい、ここも結構スッキリ。そうですね、もう行っちゃってもらって。行っちゃってもらって、ね、はい。もうほんまにゼロぐらいで。もうそうですね、もうハゲるぐらいで抜いてきますね。それでカラーは、はい、なんかさっき言ったことでしたんですけど、おすすめのカラーというか、あ、これいいんちゃうかなみたいな。ちょっとこれ入れてみたいみたいなのが言ったんじゃないですか。なるほど。ちょっとなんか若干やっぱブリーチも何回かしてるんで、はい、痛んでるんで。そうですね、もう腐ってますね。腐っちゃってるんですか。どうぞ。あのピアノに行きながら、はい、あのめちゃめちゃかっこいいカラーさせてもらいますね。はい、あ、はいはいはい、お願いします。すごい。試合前はいつも何するんですか。試合前はあれですね、もう消化にいいもんばっかりです。おかゆとかうどんとかそういうもんばっかりです。昔はほんまに計量終わったら水分から戻さなダメなんですよ。今で水分ある程度その500とか1時間ぐらいかけて飲んで、そっからまあ徐々に1リットルとか何時間かけて取っていくんですけど、昔はほんまソルティライスとか一口飲んだらもうパスタとサンドイッチがそこで開けたりとかして食べてたんですけど、で帰って焼肉食うとかしてたんですけど、炭水化物だけに変えてからめっちゃ調子いいです。そうなんですね。めっちゃ調子いいです。やっぱチャンプするのってすごい影響してくるんですね。胃にたまらないっていうか、当日のなんかこうあれが違いますね。なんかこう 重みというか軽いです、すごい。へえ。なんか普通の一般の方よりも体のことめちゃめちゃ詳しくなる。あ、めっちゃ詳しくなるんですよ。ほんまに詳しくなるんですよ。この油はあかんから、この油使わへんみたいな。あのキャノーラとか、あとサラダ油とか、あんな最悪ですよ。そうなんですか。やっぱ使うならオリーブオイルとかアマニ油とか、なんかいい油使わないと太っちゃうんですよ。なんか、あ、そうなんですか。アマニ油ってやっぱいいですね。なんかめっちゃ効くんですよ。成分が使うの。みたいですね。なんかだからなんかうちの商材にも入ってますから。あ、そうなの。これに入ってます、アマニ油。へー。成分がドレッシング代わりに使う。ドレッシング代わりに使うんですか。なんかサラダにかけてくるんですよ。前これ使ってました。いや、わかんないです。え、あ、多分使ったことないと思う。あの、もうヒゲ剃り、ヒゲ剃り。ほんまにゼロからのブラックでしょ。そうなんですか。お前、もみあげながらそれくらい。そうそうそう。これここやられたらやばいですね。ここからちょっと、ね、お疲れ様でした。ありがとうございます。めちゃめちゃいや、もう激渋ですよね。かっこいいですね、はい。いや、まあ、どっちかというと今回はなんかカラーっていうよりはカラートリートメントで、はい、試合多分本気出して多分めっちゃ抜きまくると思うので、はい、一旦トリートメントでちょっと色を出させてもらいました。ダメージも軽減されて色もめっちゃ綺麗です。そうですよ、めっちゃこれ光ってますよ。ディズニーランドみたいですよ。ファミ色。この間ディズニーシー行ったんですけど、最初その日お腹調子悪くてパーク入ってすぐトイレ行ったんですよ。友達にごめん待っといてっつって、で結構待たして、で出てきてご飯食べてから、そのインディージョーンズってアトラクションあるんですけど、それ並ぼうってなって、で並んでる時に、汚い話なんですけどオラララした時にんと思って、あ、これやったかもしれんわと思って、でどうしよっかなと思って、言うのもなんか恥ずかしいし、とりあえず腹痛い手で、ちょ、ごめん、トイレ行ってくるわって言って、で、トイレ行って、で、確認したら、もうやっぱ案の定やったんですよ。まあ、想像にお任せしますけど。で、どうしようと思って、で、まずとりあえず拭きまくったんですよ。拭きまくって、吐いたんですけど、うん、やっぱりちょっと違和感が、なんか気持ち悪かったんで、脱いで、便器の裏にパンツ捨てて、全部その後ノーパンで、乗り物乗り尽くしました。はい。だって普通に考えてあれですもんね、パンツ友達すぐ言ったんですよ。ごめんやってもらったっつって、マジでっつって、パンツ買うって言われて、
でもパンツ、そんなパンツだけ買ってその店出たら、あ、もうこいつ確実やったらって思われるじゃないですか。もうそれやったらもう俺ノーパンで乗るって。ありがとうございます。はい、じゃあまずは次の試合も、はい、次も快勝で頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。それではありがとうございました。ありがとうございました。パーマ今当たってるんですけど、こんな感じで結構がっつり当たってるんですけど、パーマちょっとなくして明るめのカラーちょっと入れてスタイルチェンジしようかなっていう、ちょっと企画になってます。